裏世界ラボ。乾杯。お、さよちゃん、結構お酒強いんだ。そんなことないですよ。ただ、皆さんと飲むお酒が美味しくて。彼女はさよ、化粧品メーカーで広報担当しているキャリアウーマンだ。成績もよく美人のさよは社内外から注目されており、今夜も一流商社の会社員たちとの飲み会を終え楽しく帰ってきたのだが、さてと、今日もあるかな。さよは自分の部屋のポストの他に空き部屋のポストをくまなく開けていく。そして、やった、今日もあった。こんなにダイレクトメールがいっぱい。すっごい、今日もいっぱい得しちゃったな。さよが嬉しそうに見つめているのは、他人にとってはゴミかもしれない、しかしさよにとっては宝物だ。部屋の中はそんなさよが集めた宝物でいっぱいだった。キッチン、風呂場、浴槽の中にも今まで貯めた宝物が山積みされている。くんくん、これはまだいけそう。衣類の山から汚れの少ないタオルを見つけ、さよが向かうのは銭湯だ。風呂場があるもののゴミで使えないため、さよは寝る以外をすべて外で済ませている。さよは母子家庭で育ち、母親はいつも忙しかった。楽しく会話をした記憶もさよには少ない。そんなさよがある日、友人の誕生日プレゼントを買うために近所の雑貨屋へ行くと、ノベルティとして可愛いハンカチをもらった。ノベルティ？私がタダでもらっていいってこと？そうよ、1000円以上のお買い上げをしてくれた人にプレゼントしているの。よかったら使ってね。うん、ありがとう。ただいま。おかえり。今、夕ご飯の支度してるからね。お母さん、今日帰ってくるの早かったね。今日は残業がなかったの。夜の仕事までゆっくりできるわ。やった、一緒にご飯食べられるね。そうだ、これ見て。友達のプレゼントを買ったら、ノベルティとしてハンカチもらっちゃった。あら、かわいいハンカチもらったなんて得したね。よかったじゃない。うん。さよはいつも忙しそうに相手をしてくれない母が一緒に喜んでくれたことが嬉しかった。また得をしたことで褒めてもらったような気にもなった。それからさよはとにかく無料でもらえるものを集めるようになったのだが、しかし子供が物を集めるには制限があり、さよが集めたのはティッシュやチラシ程度。それを溜め込みすぎると、さよ、こんなにティッシュ溜め込んでどうするの？それにチラシも。ティッシュは片付けて、チラシは捨てなさい。しかし、さよが一人暮らしを始め、経済的に自由が利くようになると、物を集める行動はエスカレート。必要でなくともノベルティ付きなら何でも買った。電車の中に置き去りになっている雑誌も持ち帰ってしまうようになったのだ。とにかく、ただでもらえるというものに対して執着が異常になっていた。出張のお土産、テーブルに置いておきますね。ありがとう。はーい。その紙袋、捨てるんだったらちょうだい。え、これ出張先で使ってたし、ボロボロだよ。そういうまだ使えそうなの、集めるのが好きなの。捨てられそうな包装紙や紙袋、伸びたヘアゴムや壊れかけの文房具も喜んでもらって持ち帰った。そんなある日、ダイレクトメールってほんと邪魔だな。あれ？サービス券がついてる。え、これって結構得じゃない？さよはダイレクトメールに割引券がついていることに気づいた。そしてさよはダイレクトメールを集めるようになったのだ。集めても仕分けもせず、割引券を使いもしないが、集めれば集めるだけ得したような気持ちになった。ダイレクトメールはさよの財産なのだ。さよは自分がゴミを集めていること、ゴミ屋敷に住んでいるという自覚はゼロだった。そのためテレビでゴミ屋敷の特番を見ていても、うわ、ゴミ屋敷とか最悪、なんでゴミなんて貯めてるんだろう、役に立たないんだから捨てればいいのに、など人ごとのように考えていた。自分は使えるものを集めているのだから違うと心の底からそう信じているのだ。さよの行動はさらにエスカレート。地域のゴミ集積所でゴミ漁りも始めた。捨てられた服やチラシ、ダイレクトメールなどを集めて回った。やった、服がたくさんある、すごい。今日は3着もゲットしちゃった。さよの家に宝物があふれ、壁も床もほとんど見えなくなったある日、震度4の地震が起きた。積み上がったものが一気に崩れ、さよは溜め込んだゴミの下敷きになった。痛い、それに動けない、誰か助けて。そして翌日、無断欠勤をしたさよを心配した同僚が家を訪れた。さよ、いるの？さよ、地震でいろいろ崩れて下敷きになったの。
わかった。今すぐ大家さんを呼んでドア開けてもらうから。さよ、大丈夫？何この部屋。みのり。さよはそのまま救急車で病院に運ばれた。体の骨が何箇所か折れており重傷だった。しかしさよに起こった不幸はそれだけではなかった。大家に鍵を開けてもらったためゴミ屋敷になったさよの部屋を見られたのだ。入院中だったが大家からはすぐに片付けて出て行ってくれと退去願いを出されてしまった。そして連帯保証人だった母親に連絡が行き、母親がさよの部屋を片付けた。は？今なんて？だから部屋にあったゴミは全て捨てたって言ったの。昔から変なものを集める趣味があったけど、あれはさすがにひどいわよ。どうしてあんな部屋になるまでゴミを放置していたの？ゴミなんかじゃない！私の部屋にあったのはどれも大切なものだったの！勝手に捨てないでよ！あなたこそ頭を冷やしなさい。死ぬとこだったのよ。さよ、大丈夫？みのり、ごめん。親子喧嘩なんて見させて。でも他人の私から見てもさよの部屋はすごかったというか、気を悪くしたらごめん。もしかしてだけど溜め込み症かもしれないって思ったの。溜め込み症？何それ、病気ってこと？世の中にはそういう病気があるみたいなの。正直さよの行動に疑問を感じるとこも今まであった。違ったらそれで済む話だし、診断だけでも受けてみたらいいんじゃないかな。余計なおせっかいだったらごめんね。私ってどこか変なの？私はただお得なものを集めていただけなのに。最初は納得できない作用だったが、下敷きになったまま発見が遅れていたら最悪の場合死んでいた可能性もある。作用は溜め込み症に詳しい心療内科へ行くことにした。よかったですね。周りにこの病気を知っている方がいて、ご友人のおっしゃる通りにあなたは溜め込み症です。溜め込み症とは多くの人にとって不要で価値のないものを大量に溜め込み手放すことができなくなる障害です。脅迫症や ADHD や ASD の人、または他の病気などの症状の一つとしても見られます。判断が難しい病気なんですよね。溜め込み症になった人の多くは物が象徴している思い出に執着があるんですが、思い出？さよさんの場合、自分がお得だと思うものに過剰に反応する。お得なものを集めるようになったきっかけを覚えていませんか？そういえば、子供の頃ノベルティをもらったのが嬉しくて。そっか、私あれからずっと無料でもらえるもの、得できるものばかり集めてた。あれがきっかけだったんだ。溜め込み症を自覚したさよは心機一転をするために仕事を辞めて引っ越しをした。これからはできるだけ物をもらったり集めたりしないようにしなきゃ。治療に専念して仕事を見つけよう。2番でお待ちの方。ではお薬ですが、朝昼晩に3回全て食後に飲んでくださいね。これは？近くの老人ホームの方が作ったアクリルたわしですよ。無料なので必要でしたらお持ち帰りください。はい。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。